みほし TV のみほしです。みほしのチキチキ24時間車中生活、イエーイ。はい、ということでね、本日は24時間車の中で生活するということにね、挑戦してみたいと思うんですが、挑戦の上で3つルールを定めさせていただきました。1つ目、エンジンをかけてはいけない。まあこれは当たり前ですね。エンジンをかけてしまったらもう24時間どころかいつまででもね、車の中で生活できます。2つ目、車から出てはいけない。まあこれも当たり前ですね。まあ車から出ちゃったら24時間車中生活ではなくなってしまうし、この車にはねトイレ、積んでおりますので、まあトイレ行きたいなっていう時はこの車の中のトイレを使うというようにしたいと思います。あとはね、例えば顔洗いたいとか歯磨きたいとか、いう時も、この車シンクが積んであって、タンクにね、水も、満杯に入れてきたので、まあ、そちらを使ってね、手洗ったり歯磨いたり、していくと。そして3つ目、お風呂の時は出てもいい。シャワーはついていないと、いうことでですね、まあ今車を止めている場所から、歩いて、行ける距離に温泉施設でございますので、シャワーを浴びるときはね、そこの温泉施設を利用して速やかに帰ってくること、この3つのルールを守って、行きつつ、これからね24時間車中生活始めていきたいと思います。それでは早速、よーい、スタート。始まりました、24時間車中生活。まあね、今すごい真夏です。ただいま外の気温35度。笑っちゃったなんで、多分昼間は、窓を開けているだけでは過ごせないです。熱中症とかの危険もありますので、そこで鍵になってくるのがこの車に積んでいる家庭用エアコン、これを、どれだけ稼働できるかということが、まあね、すごいね、キーになってくるんじゃないかなと思います。とりあえず今昼間の間は、クーラーエアコンの方ねつけておきます。でも車内の明かり、これは消します。スタートしてしまった以上ね、ここからは電力をどれだけ節約しながら過ごせるか、これがねすごい大事になってくると思います。はい、まあ、一応このキャンピングカーは、納車動画の時もお見せしたんですけど、屋根にですねソーラーパネル、こちら積んでおります。なので今日ね外すごくいい天気、晴れて、いますので、ある程度の電力だったら自家発電じゃないですけど、屋根のソーラーパネルが発電してくれていると思います。なんで多分家庭用エアコンをつけたところで18度とかキンキンに冷やしたりしなければ多分ねいけると思います。今一応ね自動運転で、風量は静かというのをね選んでます。ここからはねもう電力の消費との戦いになってくると思います。すごく大切になってくるのはこちらですね、サブバッテリーの方です。サブバッテリー2つ積んでいるんですけど、このサブバッテリーの消耗との戦いということになりますね。はい、こちら見てもらうと分かるんですけど、これ使ってる時はマイナス何アンペアって、出ます。ただ今プラス 6.7 とか 6.8 アンペアに、なっているので、プラスってなっているということは、屋根のソーラーパネルが、しっかりと作動して電力を発電してくれていると。ちなみにこの雪のマーク、こちらのマークは、今冷蔵庫が作動しております。冷蔵庫を今ね冷やしております。はい、どうしてもサブバッテリーが尽きてしまったら、エンジンをかけざるを得なくなってしまうので、そうなるとリタイアですね。はい、その場合はリタイアとなってしまうので、24時間走り続けるには電力を節約していくということですね。今回の動画ちょっとね全体的に薄暗めになるかもしれないんですけど、できるだけね電気を使わないようにして生活していくので、皆さんどうぞ、ご了承ください。すいませんね、雨が降ってきましたね。さっきまでめっちゃ晴れてたのにめっちゃ雨降ってきたの。いや、やばいやばい、めちゃめちゃ降ってる。うわー、雨せー、あー雨だともう全然発電してないですね。マイナス 0.6 アンペアとなっております。メモリももうすでに1つ減ってますね。いやー、お腹いっぱいになってしちゃった。昼寝しよう。あぼー、快適や。み。
まだメモリ2つですね。ずっとエアコンかけてるんですけど。今5時をね超えてきたところなんですけど、そろそろこう日が落ちてきたかなという感じですね。とはいえまだまだ多分ね外は暑いので、窓を開けるというよりかは、まあ暗くなってからもこの家庭用エアコンを稼働させて、車内にこもっているような感じになると思います。今5時でしょ。7時になったらビール飲むか。あと2時間。暗くなってきましたね。そろそろ日が落ちてまいりました。今何時だ。あ、もう6時過ぎてますね。ビールまで近いですね、7時まで相変わらずエアコンは自動運転で作動しております。多分今、27度ぐらいですかね、車内。かなり快適に過ごせております。冷蔵庫もずっと作動させております。サブバッテリーのメモリーを見てみると3つ減ってますね。3つメモリーが減ってます。あー、ブログ上げた。7時サッと開け、サッと出す、サッと開け、サッと出す、そして閉める。よっしゃー。まあ厳密にはまだ6時55分なんですけれども、死者誤入したら7時ということで、24時間車中生活の成功を願って乾杯。イエーイ、今日はハイネケン。あー、冷えてるビール、うんま。さあ、いよいよ外も、真っ暗になりましてですね、これからが、まあ、夜、本番という感じなんですけれども、撮影の時は明るくするか。暗いのちょっとあれだもんね。どう、明るくなりましたか。とりあえずね、まあ、日中、13時1時ですねから、今7時なんで6時間は、まあ、エアコン、自動運転ですけれど、エンジンを消してもかなり車内快適に過ごすことができるということが分かったかなと思います。あと冷蔵庫もねずっとつけてて、こんなねキャインキャインに冷えたビールを飲むこともできるので、すごく車内環境としては、生活環境としてはいいのかなと思いますね。お風呂行ってきます。みはー、ただいま、ただいま。さあ、それでは温泉上がりということで行っちゃいますか。残り15時間46分に乾杯。本日の夜ご飯こちら、ファミマとろーりネバネバ豆腐新発売。美味しい。あのね、飲み物ですね、これもう食べ物ではない、もはや飲み物の豆腐になってる。一回消します。こっち、はい、やばいです。この電源マークに赤いライトが、点灯しました。まあほぼほぼもう半分ぐらい電力がないよって言ってるんですね。現在ですね、7時52分なんですけれど、電気のメーター、サブバッテリーの残りの電気のメーターがですね、だいぶ減ってきているので、やばいですね。あと5時間ぐらいあるんですけど、ちょっとね、
なくなっちゃいそうなので、冷蔵庫の電源一旦落としたいと思います。こっち。やばい、ここに来てバッテリーのメモリーが残り一つとなってきました。今なんかね、警告音みたいのが鳴りました。今9時半、残り3時間半を残してですね、ちょっとバッテリーが、かなりもうなくなってきてしまったので、一旦エアコンを止めます。発電は多分してくれてるので、エアコンを止めてしばらくちょっと待ってみたいと思います。いや、暑い暑い暑い。じゃ電気が、電力が不安なんですけど、またつけます。やっぱりですね、ここらで一発エンジンね、かけてあげたいんですが、今回はルール的に NG なので。いやー、きつくなってきたな。やばい、エアコンかけたら一気にサブバッテリーが死にました。チーン、ピー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 って言ってますね。もうないよーって言ってですね。やばいな、やっぱ消さないとか仕方ないですね。今プラス 2.6 アンペアということで、ちょっとね、今日外が曇ってるんですよね。なんで発電量が少なめかなと思います。晴れてたらもうちょっと発電してくれたんですけど、どうしても供給が追いつかないですね。屋根のソーラーパネルだけでは。2時間48分を残して、かなりね、電力がきつくなってまいりました。どうしようかな。でもね、せっかくここまで来たんで、頑張って最後まで行きたいんですけれども、ちょっとこの換気扇つけてやり過ごすか。多分ね、でもちょっと外の日の光、太陽の光で、ソーラーパネルが多分ね、稼働してくれているので、ちょっとはね、電力溜まったと思うんですが、もうちょっと我慢しようか。してんだろ。さあ、いよいよ1時間切ってまいりました。残り59分。よいしょー、暑いっすこれまでの間にソーラーパネルがちょっとね、発電してくれてると思うので、若干ね、電力がメモリ3つのところまで回復しているので、エアコン、最後のエアコンつけたいと思います。やばい電力がもうすでにない。減りが早いな。やっぱり電気が虫の息でございます。うん、おいしい。車内で食べるカップヌードルは最高ですね。無念、停止。残り48分なので、今ちょっとクーラーつけて車内かなり涼しくなったので、この車内に残っている冷気だけで残り48分乗り切りましょう。うん、さあ、ついにですね、10分切ってきました。残り9分。本当に24時間車中生活、まあ実際こう始める前まではどんな感じになるんだろうって結構ね、イメージができなかったんで、まあ手探り状態でスタートしたんですけど、ある程度のこと、一日の生活の流れというのはまあ普通にこなせるのかなと思いました。あとはね、もう本当に最後電力尽きてしまったんですけど、この暑さをどうするかっていうところがすごく問題だなと思いました。まあ私のキャンピングカーはね、この家庭用エアコンを積んでいるので、エンジンかけてない時でも車内をね、涼しくするっていうのはできるんですが、これがなかったらね、正直多分ね、今頃熱中症になってたと思います。いいキャンピングカーだなと
思わせてくれました。今回の挑戦で改めて、うん、いよいよ旅に出ようかなとそろそろね思っております。ということでね、今後の動画も楽しみにしていていただけると嬉しいなと思います。6、5、4、3、2、1。最後暑かったわ。涼しい涼しい。エンジンかけちゃいけないってなんだよ。